ここまでやる？じゃあ僕からも、うん、最高です。おい、起きろよ。はい、サンドイッチベーコンレタスサンドいかがですか？はい、いいね、いいね。はい、いいね、いいね。いつきくん、すごくいいよ。頼んでよかった。最高。ありがとうございます。次、どういうポーズにしますか？そうだな。モデルって、こういう、なんか、別世界だ。俺の名前は進藤蓮。こっちは幼馴染で、恋人の立花いつき。俺たちは就職を機に同棲を始めて、もうすぐ1年だ。なあ、明日どうする？それなんだけど、知り合いにモデル頼まれてて。モデル？そう、写真集を出すんだって。へえ、モデルね。大学時代の知り合いなんだけど、どうしてもって。いいんじゃねえの？そういうの似合いそうだし。はあ、よかった。なんだよ、急に。勝手に予定入れたから、怒られるかなって。そんなんで、怒るわけねえだろ。だよね。じゃあ、レンも一緒に来てよ。はあ？うん、俺は留守でいいよ。こういう機会ってあんまりないし、レンにも見てもらいたいなーって。まあ別に予定もないし。付き合ってやるか。ありがとう。好きだよ、レン。な、ああ、何を一人でやってんだ、俺。すげえ似合ってる。ああやってただ座ってても絵になるんだよな。なんかずるい。いいよいいよ、目線もお願いします。こういう感じでいいですか？もっと誘うような目線でお願いできますか？じゃあこっちのアングルに変えてもらって。暇だ。どうですか？あ、今の不意打ちか。心臓に悪いぞ。ねえ、レンも取ってよ。いいのか？ぜひぜひ、記念に。だって。はいはい。これ破壊力やばくね？衣装だけ見たときは色物かと思ったけど、いつきが着るとめちゃくちゃ似合って、すげえかっこいい。ありがとう。好きだよ、レン。本当に俺なんかと付き合ってていいのかよ？いつきくん、本当に似合ってる。王子様みたい。コンセプト的には羊なんじゃないの？お帰りなさいませ、お嬢様みたいな。キャー。こうやって見るとどっか違う世界の王子様みたいだ。ウサギの耳ついてるし、小さい頃からずっといつきが好きで、今は恋人同士だけど、俺たち釣り合ってるのか？いや、やっぱ俺以外のやつに取られたくねえ。何勝手に弱気になってんだよ、俺。お客さん役頼める？おう。お待たせいたしました。僕の特製カクテルです。カクテル言葉は愛。ちょ
直球だな。それとお客様のために特別な席をご用意しました。こちらにどうぞ。おお、落ち着かねえ。カクテルに合うお菓子はいかがですか？こうなりゃやけだ。はん、あこっちは別料金ね。はい、お疲れ様です。ああ疲れた。甘いもの食べたい。甘いもの？なんか買ってくるか。ここにあるよね、とびきり甘いのが。あ、ちょま、嫌だった？違うよね。嫌なわけないだろ。けど近くに知り合いがいるのにこんな、うん？いつきくんのショット最高ですね。妄想が高まる。ねえ、しー、声聞かれちゃうよ。ああ気にならないようにしてあげるね。なんだこれ、背徳感で。すっげー、ドキドキする。いつきくん、そろそろお願いします。はい。もう少しゆっくりしてていいよ。いいこと思いついたから。ん？いいこと？レン、まだ？ねえ、マジでこれやるのか？うん。ウサギは寂しいと死んじゃうって言うからね。僕もレンと一緒の方が嬉しいし、それに記念になるでしょ。はい、では撮影再開します。バニーボーイ同士の絡みでお願いします。おひねり弾んじゃおうかな。ね、あ、どこ触って。僕にもちょうだい、レン。これでいいか。うん、もっとこういうのも欲しいな。いや、おひねりです、おひねり、受け取ってください。うん、ここまでやる。じゃあ僕からも。最高です。なんだこれは。好きだよ、レン。追加のおひねりあげちゃおうかな。想像以上に恥ずかしすぎる。うん、レン、せっかくおひねりあげたんだから、もっと笑って笑って。これが精一杯だ。うん、じゃあ目つむって。こうか。ね、見せてもらえますか？喜んで。ほら、レン。おんま。とっても似合ってるよ、レン。こいつ。
ああ、撮影楽しかったね、レン。恥ずかしくて死ぬかと思った。いつき、もうあの撮影会に参加するのなしな。ええ、でも、似合ってたでしょ、僕のコスプレ。そうだけど、俺の心臓が持たない。それに、あんなかっこいい月は俺だけのものにしておきたいっていうか。もう、レン、そういうとこ。なあ！じゃあ帰ったら、レンだけの僕になってあげる。楽しみにしてて。うん。